それでは問題。三角形 ABC というのが座標平面上にあって、ここ長さが ABA、 まあ二等辺三角形で、直線 AB、 これが L って名前がついていて、 C を通って ABC に垂直な直線、こちら、これを K とする。はい、その N と K に関して、この A、まあ出発点なんで A0 としておいた。同じようにこれ C を C0 というふうに表しておいて、この A0 から下にぶつけて C1、A1、C2、A2、こんな感じでジグザグに動かしていくという問題。で、これについて、A0、A1、A2、C0、C1、C2 っていう点列ができるので、それの点列の一般項がカッコ1で聞かれていること。で、これをどうやって求めていくかっていうことなんだけど、まあ、いろんな解法が考えられるんだけど、ここでは直角三角形がたくさん見えるので、直角三角形の辺の比、三角比だね。使って考えてみようか。この角を θ としておくと、対称性でこちらも θ になり、θ でここが2分の π マイナス θ になるから、こちら θ なのね。はい、そうすると、この θ に対して同位角でここが θ で、ここも θ になるかな、小さいところ。はい。で、同じように、こちらの θ に対して、ここ90度だね。で、ここが θ、θ、こういう風になるから、直角三角形たくさん出てきている、この辺に関して、タンジェントを使って表していくことができそう。じゃあ、便宜上、このタンジェント θ、具体的には b 分の a、 これを t として書いていくとすっきりしそう。じゃあ見ていこう。ここの三角形 c0ac1 に関して、この長さが 2a で θ の反対側だから、ここは 2a タンジェント θ、 つまり 2at っていう風に書ける。あとは繰り返し、2AT で対辺だから、こちらは 2AT2 乗を、で、こちらの、この縦の移動は、それに T かけて 2AT3 乗、もう繰り返しになるね。こちらの移動に関しては、2AT4 乗。あとは話の都合上、 C1 の座標を X1 カンマ Y1、 C2 を X2 カンマ Y2 と、しておけば答案の方は作れそう。やってみよう。じゃあ X2 カンマ Y2、 この辺りを使って一般化を狙ってみようか。 X 座標に関してはスタート、ここの初期値がマイナス A からスタートして、マイナス A プラス C に来るには 2A 足して 2AT 次乗を足してくればいいから、 2A プラス 2AT 次乗、こうだね。で、もう一回行ったとしても同じことになるから、これ延々続きそうだね。y2 に関してはどうだろう。ここに来るには、0から 2AT 下がって、2AT3 乗下がるから、マイナス 2AT プラス 2AT3 乗。こうやって表現できる。で、あとはこれを足がかりにして一般化すればいいんで、一般化すると、N 番目だったら、マイナス A はそのまんまで、等比数列の和、
初項が 2A で公費が T 字乗だから1-T 字乗分の初項括弧1引く公費が T 二乗をそれのこれ2に対して2項だから N に対しては N 項つまり N 乗しとけばいいね。 XN はこういう形で出てくる。で YN は同じだね、マイナスがあって等比数列で公費が T 字乗を初項が 2AT だから 2AT カッコ1マイナスこれも同じでいいのかな、2に対して2項だから T2N 乗とこんな形で出てくる。でこれを T を解消して整理してあげればカッコ1の結論になるんだけど、ちょっと煩雑になるのでカッコ1とカッコ2の結論は最後まとめて表すことにするので一旦これで容赦してください。はい、じゃあカッコ2、カッコ2は何を聞いてるのかというと SN つまり三角形 CBANこの面積を表現してちょうだいということなんだけど、 CBA 例えば1あたりで考えるかな、三角形 CBH これこれこれでできる三角形なんか斜めってるんだけど、底辺 2A で高さ B、 底辺 2A で高さがここというふうにすれば簡単に計算できるね。2分の1かける底辺 2A で上の高さが B、 下の方は A、 今1でやったけど実際には AN になるはずなんだけど、その Y 座標は Y1 が N だから YN にすり替わればいい。で下になるってことは Y 座標マイナスに対してプラスにしないと高さにならないんで B-YN で A カッコ B-YN という形になる。でこれも代入して整理すべきなんだけど、これまた後でまとめて書くので、まあ、そこまで待っておいてちょうだい。でそれではカッコ3に行こう。はい、ではカッコ3、カッコ3はBC 分の BAN、まあ、辺の長さの比の極限はどうなりますかという問題で、 BC と BAN、 BC はここ、 BAN ってのは B 例えば A1 だったらここまで、左と右で分かれてるのがちょっと不自然。あとカッコには一体何なんだろう。これ BC というのはBA と BA0 と同じになるのでこうやって書き直せるよね。というわけで求める比というのは BA0 と BA ほにゃほにゃの比になったよっていうことなんだけど、あれなんかさっきと関係ありませんか。これあるね。これは三角形 CBAN と三角形 CBA0 これの面積比と同じになるね。確認しておこうか。 CBA0 と CBA ほにゃほにゃ、はい、こういうふうに辺の比を面積比にすり替えましょう。ということはこれを N に無限、 N 無限に飛ばせば CBAN A0 というのはこれは S0 のことである、これは SN のことであるから、でそれぞれの極限を考えればおしまい。で S0 は難しい式使う必要なくて、 S0 というのはもともとの三角形 ABC のことであり、それはつまり2分の1かける 2A かける B つまり AB こうなると。で SN の極限というのはこれを使ってあげたらいいんだよね。極限考えてみます。
n 無限に飛ばすと a カッコ b マイナスで、でここの yn の極限を放り込んであげればここの極限が出るんです。やってみようか。この yn については n が無限に飛ぶとこの t の値 b 分の a ってのは b の方が大きいから t の値は0から1なんだね。だから極限を取るとこの項が消えてなくなるので、結果としてマイナスの引き算だからプラスの1マイナス t 次乗分の 2at、こういったものが出てきて、ここ計算してあげると b 次乗マイナス a 次乗分の ab カッコ a 次乗プラス b 次乗と、こんな感じに出てくるので、これをこちらに入れて終了。入れると b 次乗マイナス a 次乗分の ab カッコa 次乗プラス b 次乗、あとは ab をキャンセルしてあげるとこの値は b 次乗マイナス a 次乗分の a 次乗プラス b 次乗となって、カッコ3はこれで終了。あとは最後のまとめにカッコ1とカッコ2の結論を書き下しておくよ。はい、じゃあ最後に、カッコ1とカッコ2の結論書き下すと、まあ、こういう形になります。はい、というわけで、こちらの問題は以上。